羽生結弦選手はフィギュアスケートの世界だけでなく多くのファンやメディアから絶大な支持を集めている存在です彼の演技は東日本大震災の苦しみや寂しさを表現するなど深い感情を込めたものから前向きに進んでいこうという強い願いが感じられるものまで幅広く常に進化を続けていますまたプロ転向後も多くのコラボレーションを通じて新たな一面を見せ ファンを魅了し続けています今回はシェーリーン・ボーンさんとの特別なコラボレーションに焦点を当てその絆がどのように素晴らしい演技を生み出しているのかを見ていきますフィギュアスケートだけにとどまらずアイスショーや映像作品グッチ銀座での写真展など多方面で大活躍を続けている羽生結弦選手多くの人々から絶えず称賛の声が寄せられています 今回のノッテ・ステラータ2024では話題となった圧倒的な演技カルミナ・ブラーナの振り付けに関わったシェリン・ボーンさんが語った言葉が注目を集めていますいよいよ今週末ファンタジー・オン・アイス2024幕張公演が開幕します愛知公演のリセールも始まっており羽生選手が出演する公演はまさに争奪戦の様相を呈しています 例年では全公演に出演していた羽生選手ですが、今回は前半ツアーのみの参加となっており、そのため前半ツアーのチケット争奪戦は例年以上に激化しているようです。ぎりぎりまで先着販売やリセールが行われ、空席が後から追加されることもありましたが、それでも目当ての席が取れなかったという声が多く聞かれます。また、 東京駅には25日の幕張公演と6月2日の愛知公演が CS 放送で中継されることを知らせる広告が掲示され、ファンたちが写真を撮るために訪れていました。さらに、プロローグやギフトなどの映像作品も決まり、羽生選手の活躍はますます広がっていきそうです。銀座では、羽生選手をフフィーーーチャーした写真展インフォーカス。 羽生譲るレンズドバイジオコミがグッチ銀座ギャラリーで開催されています羽生選手は2024年3月にグッチのブランドアンバサダーに就任しましたそして今回の写真展はグッチと羽生選手のコラボレーションの一環として開催されますこの写真展ではフォトグラファーのコナミ二郎が羽生選手を被写体としてそのありのままの姿をテーマに取り下ろした作品が展示されました コミ氏はニューヨークを拠点に、ファッションやコマーシャル、アート、ユースカルチャーなどさまざまなジャンルで活躍するフォトグラファーで、感情豊かな作風で知られています。彼は自身の作品について、被写体が持つ個性や思想に、自分が瞬間的にどう反応するかが写真の面白さです。被写体と向き合い続けるうちに、関係性が変わっていきます。 そのため、1枚目と2枚目以降では全く違った表情が映し出されますと語っています。この写真展では、まるで目の前で羽生選手に会っているかのような作品を通じて、これまでに見たことのない羽生選手の姿を体験できるということで、多くのファンが殺到しました。 また、羽生選手が着用したジャケットなどの関連商品も飛ぶように売れ、口紅などの小物も決して安価ではないにもかかわらず好調な売れ行きを見せています。今回、小見氏が羽生選手を撮影するのは初めてですが、過去に8年間にわたり自身の父親を撮影し続けた作品で注目を集めたことがあり、人間を被写体として撮影することに強い魅力を感じているようです。 父を撮り続けたのは八丈島の故郷にいる父が病気で変わっていく様子を息子としての使命感から記録し始めたことがきっかけだったそうです。ドキュメンタリーでもファッションフォトでも現実とファンタジーが交差しロマンティックであったり現実的であったりその間で双方の魅力を引き出すような作品を目指しています。被写体を観察し その人自身がが気づかなないいいい切なさや生々しい部分が写真に写り込めば良いと考えています。彼は写真家として被写体が見ることのできない風景を見せたいという初期衝動を大切にしており有名無名を問わずそうした衝動に従って撮影を続けているといいます自分がまだ見たことのない景色を見たいという欲求が常にあり気合いり気合を入れて撮影に臨むというより 自然体で被写体と時間を共有することを重視しています。フィルムカメラでの撮影にこだわる姿勢や、依頼通りに作業を進めるのではなく、対話を超えた時間の共有を大切にしている姿から、彼が目指す芸術性と独自の美学がうかがえます。羽生選手とのコラボレーションでも、また新たな挑戦が見られることでしょう。遠方から訪れるファンの中には、銀座のグッチギャラリーの展示を見た後、 ファンタジーオンアイスを鑑賞するというツアーのようなスケジュールを組む人もいるそうですまた西川貴教さんとのコラボレーションが決定しておりどんな曲でどのような演技が披露されるのか SNS 上で早くから予想が飛び交っていたようです最近では羽生選手は自身でダンスの練習を始め振り付けも自ら行うことが増えてきました しかし、競技時代から関わってきた振付師たちによる美しい演技も引き続き披露されています。その一人であるシェーリーン・ボーンさんは、ノッテ・ステラータ2024で、圧巻のコラボレーションを見せたカルミナ・ブラーナの前半振り付けを担当しました。 彼女はもう何年も一緒にいるから、お互いのことをよく理解していて、同じ場所にいなくても問題ありませんと語るほど、羽生選手とは強い信頼関係を築いています。今回は昨年に続き、出演者としても来日し、夫や息子、友人も会場に足を運んでいたそうです。振り付けはコロナ禍で確立されたズームを使ったオンラインセッションを通じて進められ、昨年12月にはスムーズに進行しました。 特に注力したたのはイントロ部分だったそうです。後半は浅田真央とのコラボパートがあったため羽生選手の中にはプログラム全体を通じた明確なビジョンがあったようです彼は少年が美しい世界に瞳を輝かせる様子を表現しその世界観やスケート中の感覚をしっかりと伝えていました また、会場では忙しいスケジュールの合間に、ボーンさんと羽生選手が少しだけ話をする時間もあったそうです。人生についてなど、スケート以外のことも話し、長い時間ではなかったものの、スケート以外の話題でもつながりを感じられる十分な時間だったとボーンさんは語りました。彼女は羽生選手やファン、メディアが感じたように、昨年よりも前向きな感情が強くなっていると感じたようです。 東日本大震災の苦しみや寂しさを表現した昨年と今年はそれでも前に進んでいこうという願いを込めた演技を見せた羽生選手。ボーンさんは羽生選手と自分の間に共通点があるからこそストレスなくつながることができ一緒に仕事ができることは天からの贈り物と感謝の気持ちを述べていました。 プロ転校後も進化し続け、新たな境地を開拓している羽生選手を心から応援しているボーンさん。その期待に応え、さらなる飛躍を見せる羽生選手。二人のコラボプログラムをまた見たいですね。羽生選手とボーンさんの深い信頼関係から生まれるコラボレーションは、彼らの共通点や感性がつながっているからこそ実現するものです。 彼らが共に作り上げるプログラムは見る者に感動を与えますますファンの期待を高めています。これからも彼らの進化を楽しみにしながら羽生選手のさらなる飛躍を応援しましょう。